はい、入っていく、4-0。はい、トーマです。こんばんは。本日はですね、試合に勝つコツっていうのをやっていきたいんですけれども、1回ですね、キャラクターエディット1周作成しました。で、コストは122っていうところまでいけたんですけれども、まあ、こちら今150がいけるんじゃないかっていうふうに言われてますので、まあ、そちらを目指していきたいなと思うんですが、まあ、その前に、まあ、どうしてもね、エディットプレイヤー作っていく中で、試合に一発で勝たないといけないと。まあ、言ったような、ノーリトライボーナスっていうのがありますので、試合に1回で勝つっていうのが非常に重要な要素になってきますと。で、YouTube の方でも結構コメントいただいたんですけど、操作難しくてシュートまでいけないですっていうところの、そんなような話もありましたので、今回はですね、ストーリーをクリアするにおいて、ストーリーをクリアするにおいてですよ。オンラインバーサスとか、まあ、バーサス、まあ、こういったところに関してはまた別なんですけれども、とにかくストーリーを進行させるその試合に勝つっていう意味合いだけで言えば、まあ、こうすれば、まあ、簡単に勝てますよっていったようなところをやっていきたいなというふうに思います。はい、それでは東方戦でやっていきましょう。はい、試合に勝つコツというところで、もちろんオンラインバーサスとかバーサスモード、まあ、こちらで強いキャラ、まあ、強い対人戦っていうところに関しては、またいろんなコマンドを覚えたりとかっていうのが必要になってくるのかなと思うんですけれども、ストーリーを進行したり、エディットプレイヤー作成するときに、まあ、一発で試合を勝つと、まあ、いったようなところに関しては、まあ、正直、まあ、ここの、何点かだけ押さえておけば勝てますよっていったようなところをご紹介できればなというふうに思います。はい。まあ、どういったものかって言いますと、守備に関しては、ダッシュプラスバツっていうところを押してれば、まあ、なんだかんだ取ってくれますよっていったところ。で、攻めですよね。攻めに関しては、まずは敵陣まではショートパスで適当に運んで、で、とにかくシュートレンジまで持っていかないと、まあ、ゴールって決まっていかないのと、相手のキーパーが強かったりすると、何回もシュートを打たないと、キーパーのゲージを減らせなくてですね、シュートが入っていかないんですよね。はい。なので、まあ、その辺の、組み立て方っていうのが、まあ、すごく簡単な、まあ、一つのコツだけでできますので、まあ、そちらをご紹介したいなというふうに思います。まあ、実践ベースで紹介していきます。くらえなんて、これやめろ。何これ？ショートパスでいきましょう。で、まあ、なるべくパス繋ぐことで、前に持っていけばいいかなと思います。で、基本的には、まあ、翼とかキスリとか、必殺シュート打てるキャラじゃないと、入らないので、で、この辺まで来たら翼くんに渡して、で、2回抜いたら打つ。これでいいです。敵陣に入って2回抜いたら打てばいいと思います。で、ドライブシュートとかだったら、全然届くので、これでキーパーのゲージまず削っていくってところをやっていきましょう。で、敵陣で結構取れるので、そしたら、打っちゃえばいいかな。こんな感じです。はい。これで敵陣削っていきます。まあ、若島津とか普通に強いので、なかなかゲージも減らないですし、まあ、普通にゲージがある状態だったら、まず入っていかないので、この辺は注意する必要があります。で、ポイントとしては、このドリブルで前に運ぶときに、ダッシュドリブルを使わないっていうのが非常にポイントかなと思います。本当に L スティックを移動させるだけ、その L スティックだけを使って、まあ、つまりダッシュを押さないでってことですね。ダッシュを押さずに、ボールを運ぶことがポイントで、で、そのときに、あとはドリブルムーブをうまく使っていく、といったような感じですね。でちょっとなんかドリブルブーム失敗したりやばそうな感じであれば、一回。で、センタリングも有効です。まあ、最後まで出たらセンタリングして、あと四角長押しすればいいので。で、これもまたセンタリング上げてくれるんで、四角長押しすれば OK。はい、これで相手のキーパーのゲージを削っていきましょう。そう、ある程度前に送ったら、普通に上がります。で、敵が寄ってきたらドリブルです。敵が寄ってきたらドリブルムーブってして、2回抜いたらシュート。この流れですね。これでだいぶ、いい感じに。で、センタリングっていうのも非常に有効で。ペナルティエリア内。
ペナルティーエリアを超えたサイドに入ると、まあ、多分勝手に丸を押せばセンタリングになってくれるっぽいので、そこをうまく使ってセンタリング上げたら、あとは四角長押ししてれば OK です。で、ここになったら、あのドリブルで2回かわして打つっていうのがですね。はい、入っていきます。若島ですね、ゲージを削らないと入らないといったところですね。なのでもうシュートを何本も打つといったようなところです。で1回で2回、これであとはすぐ溜まるのでいいですね。はい、止まるんです。ゲージが残ってるとかなり止まっていくので、はい、この辺まで、この辺まではなるべく、ここからセンタリング上がるので、打ち次であれば、ヘディングシュート必殺技が打てるので、打ち次か翼であればいい感じかなと思います。そう、ポイントは順々に上がっていく。で、2回抜いたらもうすぐ止めて打つ。そろそろ入ってます。ドライブシュートは止まらないので。で、センタリング上げて、吐く。次で打つ。次じゃねえ、ちょっと若島で入る。センタリング上げて、翼のオーバー。ここはあのボタン全部押しで連打で勝てます。はい、入っていく。はい、東方でも2点取れますね。まあ、とにかく若島津くんは強い。まあ、その、今後ね、強いキーパーいっぱいいるんですけど、ヘルナンデスとか、その辺出てくるんですけど、まあ、そういうキャラクターたちと、やっていくには、もうシュート数打つしかないっていうのが正直なところで、で、特に必殺シュートですね。必殺シュートで効率よく削っていかないと、結構厳しいのかな、というふうには思います。で、まあ、V ゾーン。のゲージ今溜まってるんですけども、こちらは相手、まあ、ちょっとね、攻めに自信がなければ相手のシュートっていうのを必ず1回止めるっていうことができますので、こちらをですね、あ、こちらのために使うっていうのもありかなというふうに思います。 V ゾーンゲージが溜まってる時に相手がシュート打って、これやべえ入りそうだなって時に、あの V ゾーン発動させる L2 ですね、こちらを使ってあげれば、確実に止めてくれるので、で、1回抜いて、もう1人抜いて、で、打つという流れですね。2回抜くとシュートゲージすぐ溜まりますので、2回抜いてから必殺技を打つというのが一番いい流れかなと思います。はい。で、守備の時は、ダッシュプラスバツ。これを押してれば、大抵、どこかしらで取ってくれますので。相手が取ったらすぐダッシュで近づいたりすると取れます。まあ、抜かれる時あるんですけどね。それでも最後ゴールまで行かれちゃう時も、相手が強いと全然あるわけで。はい、この辺まで来たら1人抜いて、2人抜いて、で、溜めてシュート。まあ、相手寄ってくるんですけど、シュートゲージ溜まるのが早いので、まあ、ギリギリ打てることが多い。はい。で、ここで1人抜いて、2人抜いて、で、シュート。ギリギリ間に合わなかったですね。で、もし間に合わないなと思ったら、もう一回ドリブルムーブやるっていう手もあります。そこはちょっと本当状況次第です。オフサイド、はい、もう1人かわして、2人かわして、で、溜めて打つ。で、この時にダッシュドリブルをあんまりしないっていうのがかわすポイントにはなります。でもスピリットゲージないとドリブルムーブ使えないので、そこら辺は気をつけてやっていく必要があります。2人かわして、
でシュート。これは入ったかな。はい、入ってきました。3対0ですね。はい、もう1点ぐらいいけるかな。時間的にギリギリいけるかな。でここはあのニュートラルな動きですね。そのもうちょっと行きたいなと思ったらここでもう一回かわしを入れて、もう一回かわし入れてるんですね。はい、ここでドライブです。はい、入っていく。4-0。はい、ここまでですね、時間的には。はい、最後までご視聴ありがとうございました。はい、最終的にまとめますと、試合に勝つポイントとしましては、まあ大きくは3つ言えるかなと思います。まず1つ目、ディフェンスに関してはもうとにかくダッシュプラスバツですね。ダッシュプラスバツっていうのもずっと押しっぱなしにしてもらえれば、あのどこかしらで最終的には取ってくれますよといったようなところですね。でもう1点としては、前に、ボールを運んでいくときに、まあ、あのドリブルしていくと思うんですけども、そのドリブルの時にダッシュドリブルっていうのをあまり対応しないようにすること。はい、ダッシュドリブル使ってしまうとスピードゲージをどんどん消費してしまいますので、あのなるべくダッシュドリブルを使わずに敵が寄ってきてドリブルムーブっていうのをしっかり発動できるようにしておくというところですね。なので攻めの時はなるべく R1 っていうのは押していかない方がいい、まあ、いいのかなといったような形です。で最後にあとは2回抜いたらシュートと、まあ、もうとにかくシュート打ってゲージ、相手のキーパーのゲージ削っていかないといけないので、2回抜いてもうちょっと遠かったとしてもシュート打って削っていくと、まあ、いったようなところですね。はい、この3点を押さえていただければ簡単にクリアしていくことができるんじゃないかなと思います。はい、いつもご視聴ありがとうございます。ぜひ参考にしていただきまして、まあ、これをね実践してみて勝てるようになりましたっていう方いらっしゃいましたら、ぜひいいねしていただきたいなと思います。はい、まあ、こういった形のね情報っていうのを今後も上げていきたいなと思いますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、それではまた。